回の任務は上級貴族レディッチ家からの救援依頼です。古くからの名家でありサウスフィールドを代表する上級貴族レディッチ家は今窮地に立たされています。これまでレディッチ家の傘下にあったドッグランズ商会が反旗を翻し抗争状態になっているとのことです。雇い主である貴族に逆らうとは。貴族への救援か。気が進まないが犯罪は取り締まらなければね。レディッチ家は王政府が懇意にしている由緒ある貴族、あの一帯の商業を下支えもしている。ヘンデ公はそのレディッチ家に貸しを作りたい、そういう話でしょう。そういうことだ。まずはレディッチ家の屋敷一帯の調査を行う。屋敷へは依頼人のワルターキン・レディッチ様に案内していただけることになっています。ワルターキン様、どうぞお入りください。皆様、はじめまして、ワルターキン・レディッチと申します。私は慌ててサウスフィールドから逃げてきた身、当家の館にご案内することしかできませんが、お力を貸していただければと存じます。こちらも仕事だ、頼まれなくてもやるさ。紹介を始める。サウスの奴らはならず者と変わらん。蹴散らして王政の意向に従わせる絶好の機会だ。なるほど、状況を理解しました。では早速出陣の準備をお願いします。てめえら、セントラルの奴らか。何しに来やがった。お前たちはドッグランズ商会の者か。ザカライア、長年お父様の世話になっておきながら裏切るなんて、恥を知りなさい。これはこれはレディッチ家のお嬢様、新しい用心棒を連れてきたのか。お前たち、おとなしく事情を話すなら今回は見逃してやる。命は惜しいだ。だと？なめるんじゃねえ。てめえら、仕事だ！この辺一帯は俺たちが仕切ったんだ。政府の犬の出る幕はねえ。聞く耳持たずか。やむをえん。ここに防衛線を張ることにする。バリケードで敵の攻撃をある程度しのげるが、長くは持たないだろう。なるべく屋敷に近づかれる前に敵を殲滅するのが無難だね。多勢で攻め込んでくるはずだ。気を抜くなよ。了解。総員構え！撃て！心得た。
撃破した。任せてくれ。総員構え、撃て。逆を突かれたか。だがその程度。了解。今行く。心得た。了解。敵は少数だ。二手に分かれて攻めるぞ。やつら配置を分散してきたか。一方を片付けてからもう一方を叩くか、こちらも分散して応戦するか。やり方はお前に任せる。行くぞ。残りはザカライアと取り巻きぐらいかな。待て、様子がおかしい。なんだ、スケルトンが急に出てきたぞ。転がっていた死体たちが動き出して、
ドッグランズたちを襲っている。な、こちらにも来るぞ。避けきれるかな。みんなまた出てきたよ。速やかに向かう。心得た。分かったわ。了解。了解。総員構え。撃て。速やか。部隊撃破。こちらは順調だ。今行く。撃破した。数が多すぎる。このままでは。だが死体もこれ以上ないはずだ。みんな持ちこたえてくれ。心得た。今行く。食い止めるぞ。今行く。心得た。了解。任せて。つまらないわね。心得た。了解。了解。してあげるわ。撃破した。敵部隊撃破。ザカライアとかいう男の姿が見えないな。逃げられたか。スケルトン発生のどさくさに紛れられたようだ。捕らえて話を聞きたかったんだけどね。
人気がないな。家の者たちはどこに？この屋敷は危険だと家族が逃がしてくれたのですが、その後のことは分かりません。一応屋敷を調べておこう。この様子では生存者がいるとは思えないが。やはり生存者はいないな。ドッグランズ商会と同様に襲われたのか。スケルトンの発生理由を突き止める必要があるな。発生理由？魔獣の一種ではないのか。こんな街中に突然湧き出るのは不自然だ。未知の生態があるのか、それとも人為的なものか。ワルター・キン・レディッチ、心当たりは？ありません。あなたの力は大したものでした。レディッチ家はエンシェントソーサリーに覚えのある家系なのですか？教会に在籍していた時に身につけました。家族にはこの力はありませんよ。聖教で身につけたね。えワルターキン、行くところがないなら俺たちの傭兵団に入らないか？リアズ、突然何を言うんだ。彼女は名門貴族の令嬢だぞ。お受けしますわ、アンドリアズ・ロンダーソン様。な、意外だね。傭兵団は上級貴族レディッチ家の生き残りであり、能力の高い魔術兵ワルターキンを仲間に迎える。上級貴族ゆえにワルターキンが傭兵団に馴染むのには時間がかかるかと思われたが、任務を遂行する上で瞬く間になくてはならない人材となった。レディッチ家はセントラルで領地を持つ貴族たちとも裏でつながっており、王政府内で最も権力のある元老院に近い名門だった。元老院とは権力のある貴族の中から選ばれた10人の大臣によって組織された行政機関であり、王に助言することで国を支えている。そして各地の貴族たちはそれぞれ大臣に取り入り、自身を守る後ろ盾にすることが通例であった。サウスフィールドから帰った傭兵団にセントラル北部のビルタ村から依頼が入る。先ほど、実は、ですが、つまり、なるほどな。そうですね。これならよろしいのですか？ワルターキン、少しいいか？どうしたの、アンドリアズ。次の任務なんだが、少しばかり込み入った事情があるようだ。込み入った事情？貴族特有の問題といえば察しがつくんじゃないか。あら、メンツか利権の問題？それとも両方？まあ、そんなところだ。
早速お前の立場を利用するようで悪いんだが、相談に乗ってくれないか。例えば。なるほど、理解したわ。私、元老院にも知り合いが多いの。そこから少し手を回してみるわ。助かる。どうだ。え？そうですね。よろしければ。ほう。ええ。いかがでしょう。なあなあ。ふん。実はさ、どうだ。だが。頼んだよ。うん。助かったよ。おい。そういえば。まさか、なんと、なるほど。いえいえ、どうでしょう。いや。いやはや。どういうことだ。実は、困ったものです。まったく。あれさえあれば。それで？さすがです。いや、それがです。はあ、だからこそ。いかがでしょう。了解。頼みましたぞ。なんと。いや、
どうかな。ええ、何？いや、だがひとまず蹴散らすぞ。切れるかな。敵部隊撃破。わかったわ。了解。ここレーター任せてくれ。勝機を逃すな。ハハハハ。
らせてくれ。あら、壊れちゃった。よし、撃破。了解。了解。任せてくれ。こちらは順調だ。心得た。任せてくれ。了解。つまらないわね。行こうか。了解。陣形を組み直して、行くよ。心得た。了解。陣形を整えろ。行くぞ。敵部隊撃破。今行く。よし、撃破。分かったな。了解。制圧したわ。楽に殺してあげる。了解。このまま突っ込む。撃破。今行く。
了解。つまらないわね。了解。このまま突っ込む。やってやる。わかったね。任せてくれ。今行く。勝機を逃すな。普段撃破。こちらは順調だ。ほら、回復してあげるわ。よし。そうだね。よし。これなら。どうだ。なんと、実に素晴らしい。とにかく。ありがとうございます。やりました。新たな研究成果です。いやはや実に素晴らしい。どうだ。ぜひご覧ください。頼みましたぞ。礼を言う。それにですね、はあ、どうでしょう。了解。それは助かります。それはさておき。また来てくださいね。なあなあ、やるね。やれやれ。ああ、くそ。礼を言う。ああ、なあ。まさか。とにかく。わかりました。
気が乗らぬ任務だ。ウズリム団長、我ら傭兵団は表向きは民間からの依頼も受け負う施設の組織、それを隠れ蓑にすることでウィリアム様は騎士団とは異なり小回りの利く仕事を受けられるようにと。分かっている。いいからさっさと司祭を伝えよ。セントラル北部にあるビルタ村の者からの依頼です。村娘たちが見ず知らずの男たちに連れて行かれたと。村娘たちはフォーレス博の娼婦館にいるようなので助け出してほしいとのことでした。伯爵が娼婦候補を誘拐していることが明るみに出ればキンブル校の派閥にとって由々しき事態だな。加えてヘンデ校としては別派閥の資金源を潰せるという利点が大きいということだろう。だが貴族の領地に踏み込み捜査をするとなるとそれなりの口実が必要だ。近隣の民の証言など何の証拠にもならぬ、知らぬ存ぜぬととぼけられて終わりだ。策はあります。ワルターキー、頼む。懇意にしている方の紹介でキンブル校に善意の密告者としてお会いしてきました。何？そこでご挨拶の後こう切り出したのです。ホーレス博はお仕事が少々雑ですね、ヘンデ校に嗅ぎつけられたようですよと。そうしたらキンブル校は大変嘆かれてホーレス博討伐の依頼を出すとおっしゃいました。自派閥の貴族の討伐依頼を出しただと？他派閥のヘンデ校に荒探しされるよりは自分で始末をつけた、そういう形にしたいんだろう。こちらがキンブル校から預かったホーレス博討伐依頼書です。さあ口実ができましたよ。もう二の足を踏む必要はないのでは。ウズリム団長、好きにしろ。ホーレス領はここからさほど離れていません。馬を飛ばせば半日ほどで到着するかと。なら早く行こう。女性たちの身が心配だ。おい、ぼーっとしてていいのか？お前を討伐するための傭兵団がそろそろ到着するぞ。くっ、なぜこんなことに？キンブル様、どうして？敵対派閥にでも嗅ぎつけられたんだろう。トカゲの尻尾切りってやつだな。うるさい！ハディ、お前にも迎撃を手伝ってもらうぞ。変に抵抗しない方がいいと思うがね。分かったよ、部下は貸してやる。向こうも必死なようね。で、どうやって切り崩していくの？俺たちに気づくのが遅かったようだ。あれを見ろ。あれを使ってドカン。見た目によらず派手なこと考えるのね。俺はこの状況での最善手を一旦までだ。分かってる。さあ行きましょう。Thank you.
任せてくれ。行こうか。心得た。わかったわ。今行く。わかったわ。了解。任せてくれ。了解。了解。任せてくれ。了解。行こうか。分かったわ。今行く。了解。総員構え。撃て。陣形を整えろ。行くぞ。やってやる。部隊撃破に。こちらは順調だ。つまらないわね。壊れ。了解。任せてくれ。制圧したわ。橋が降りたようだね。だけど敵も待ち構えているみたい。どうするの？細い一本道ならば複数の敵を相手にしなくて済む。分かってるじゃない。了解。陣形を組み直して、行くよ。心得た。了解。任せてくれ。今行く。陣形を整えろ。行くぞ。総員構え。撃て。撃破した。部隊撃破した。了解。心得た。このまま突っ込む。
今行く。勝機を逃すな。わかったわ。まだまだ行ける。了解。了解。了解。ここは確保したぞ。囲まれたらひとたまりもないわよ。旧兵や魔術兵は遠距離攻撃を得意とするが、脆いところから崩し包囲網に穴を開ける。いいと思うわ。私も賛成。任せてくれ。了解。陣形を組み直して行くよ。総員構え。撃て。こちらは順調だ。陣形を整えろ。行くぞ。今行く。ここは行け。逃げ。こちらは順調だ。了解。了解。撃破した。よし、撃破。ほら、回復してあげるわ。心得た。壊れちゃうかい。任せてくれ。わかったわ。なんだ。了解。了解。制圧したわ。どうやらさっきので随分と手駒を使ったみたいだね。何今の声。奴ら、あんなものまで。リアズ、どうする。知能は低い。俺たちなら十分やれる。亜人もろとも一網打尽にするぞ。そうこなくちゃ。